ご縁を縁に、笑顔あふれ、共に支え合う人生を。21歳でビジネスを始めて、世界97カ国を回り、MLM8 社で最高ランクを取ってきた僕は、MLM の素晴らしさとともに縛られた世界であることを知っていた。今の時代にもっと自由に、もっと楽しく人と人がつながれるコミュニティを作れないだろうか。自分の手で理想の MLM を作りたいと考えるようになっていた。2021年3月、衣食住の総合商社としてリンクを設立。みんなで幸せになる大きな夢を形にした。2021年6月にはプレオープンし、一緒に活動してきた仲間を集め、体制作りを進めていった。2022年6月にグランドオープン、新サイトをオープンしてセミナーを開始するなど、徐々に体制を充実させていった。その後も様々ブラッシュアップしてメンバーも続々加入。ついに2022年12月、会員数1500名を突破することができた。ところが、最初は東京と愛知しかなく人数も少ない。他の地域はほとんど会員様がいない。地方は難しい、サービスが少ない、集客にならないといった声もあり、辞めていく人が多かった。とあるチームでは、一つの誤解から一気に辞めていく事件が起こった。心ない誹謗中傷があり、これ以上リンクに迷惑をかけられない。責任を取って辞めたい。とチームリーダーから涙の申告があった。努力している彼女にこんな辛い思いをさせてしまって、僕はなんて情けないんだ。MLM の会社を一からトップコミュニティにするのはここまで難しいのか。彼女を励ましながら、改めてメンバーを守り幸せにするリンクの再構築を心に固く誓った。より良いリンクにするには、良いメンバーと強いつながりを持つことが必要不可欠。入会した人へ自分が直接メッセージを届ける場を必ず設け、互いの貢献につながる支え合いのコミュニティであること、ギブの精神が大事なことを伝え続けた。そして強いつながりが生まれるイベントや学びの機会を増やし、サービスをどんどん増やした。自身でも 100% ギブで全力で臨んだ。コミュニティの底上げに力を入れた結果、ホスピタリティにあふれた素晴らしいリーダーが続々と生まれ、メンバーも互いに支え合う温かい文化が育っていった。そこから拡大の流れは大きな潮流となり、2023年9月、ついに会員数4000名を突破した。リンクの良さは仲間同士の支え合い。みんなが一緒になって目標を達成した時の感動を分かち合う。強い信頼関係で結ばれた温かいつながりが広がっている。これからもみんなの夢の実現を応援するリンクを拡大し続けていく。それは僕が決めたことだから。これからもメンバーと共に素晴らしい人生を歩んでいく。